くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。はい、ということで始まりましたくるちょもチャンネル、今日も元気に元気にソロでお送りいたします。初めての企画、二品食わず嫌い王選手権、まあどっちかがちょっとね苦手なもので、それをですね皆さんにわからないように、食べたり飲んだりしますので、ぜひどっちがね、苦手なのか、きっとわからないと思うんですけど、皆さんとね真剣勝負を、したいと思います。早速、その、2品をね、紹介したいと思います。じゃあ1品目がこちらです。北海道焼きそば弁当、うまい。そしてもう一個がですねこちら、沖縄名物ルートビア。はい、僕の好きなもの2品、北海道の焼きそば弁当。北海道行った時も必ず食べましたし、結構ね東京でも売ってるとこ多いんですよこれ、で見つけたら必ず買えますね。ルートビア、沖縄のファーストフード A&W で、あっちだと飲み放題だったりするんですけど、あの新婚旅行の時に初めて飲んでもう虜になっちゃってね、見つけたら必ず買って飲みます。この2つのねどちらかが僕はちょっと苦手なものになっております。それでは行きましょう、レディゴー。ということでできました、ルートビアと、焼きそば弁当。ごめんなさい、俺ね焼きそば弁当あんまり見ずに買ったら、今気づいたんですけど塩味でした。あの何でも焼きそば弁当なら好きなんで、はい。じゃあこちらをですね早速じゃあ当てていただいて、コメント欄の方でねこっちが嫌いなんじゃないかというねコメントよろしくお願いいたします。それではいただきます。でも焼きそば弁当のスープから、あ、めっちゃうまい。なんか全部の焼きそばにスープつければいいのね、マジで。じゃあいただきます、焼きそば弁当から。うん、ま、これが演技かもしれないからね。ペヤングとも UFO とも一平ちゃんともなんか麺の感じが違うんだよなこれ。でもなんかすごいスタンダードな感じなの、それでいて。じゃあちょっと、ルートビアも挟んでいただきます。あの本当にあの新婚旅行行って A&W 行った時にもうこれ飲みまくったんですよマジで。あのおかわり自由だから。ルートビアってなどんなものか知らなくて、あ飲んだらすげえ美味しいじゃんってなって、そっからずっとハマってますね。うん、マジでうまい。100年後に残したいよこれ。うん、うまっ。うん、このスープと焼きそば一緒に食うと最高だね。うん、まず北海道焼きそば弁当完食です。ごちそうさまです、美味しかった。最後にねご褒美のルートビア飲んでいきたいと思います。
めっちゃうまい。まあ、ドクターペッパーが一番近いのかな。どこだ。はい、ルートビア会員しました。いや、美味しかったわ。今回はあえて北の食べ物と、南の飲み物、まあ好きな2つ、という感じでね、一緒に食べたんですけど、まあ、今ちょっとやっぱまだまだコロナ禍なんで、ね、僕は東京人なんですけど、地方の方に、大好きな地方の方に、行けないので、こうやってね、自分で楽しむしかないんですけど、ぜひコメント欄の方に、くるぶしこっちの方が好きなんじゃない嫌いなんじゃないっていうね、コメントぜひ、ね、こちらの方に、どしどし、お待ちしております。くるちもチャンネルのコメント欄が最近、増えてきて、本当にいつも感謝しております。これからも楽しい動画で、たくさん撮っていきますんで、これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。愛想笑い。動き始める。